特定非営利活動法人アープラネット TV および同代表白石はじめさんが国および国会記者会に対して国会記者会間の屋上使用を求める仮処分命令の申し立てを本日東京地方裁判所に対して提起しました。債権者は法人としてのアープラネット TV と個人としての白石さんです。なおアープラネット TV は記者クラブに所属しないインターネットメディアです。白石さんは同法人の代表者のビデオジャーナリストです。債務者は国会記者会館を所有する国と管理を委託されている国会記者会です。本日はまず私から本件の概要について説明をさせていただき、次に債権者本人の白石はじめさんから本件の取材の意義等についてお話をさせていただきたいと思います。それではまず本件の概要について簡単に説明させていただきます。皆さんもご承知のことかと思いますが、現在毎週金曜日首相官邸付近において首都圏反原発連合主催の反原発抗議行動が行われています。その参加者は回を重ねるごとに膨れ上がり、7月13日の抗議行動の際には主催者発表で約15万人の参加者があったとされています。白石はじめさんは国会記者会館屋上から首相官邸付近の映像を撮影し、アワープラネット TV を利用して全国に配信することが全国民の知る権利にも資すると考えて国会記者会館の屋上の使用を求めました。しかし国会記者会事務局長は国会記者会館を利用できるのは国会記者会に加盟しているメディアに限るという理由で屋上の使用を拒否しました。国会記者会館は広く報道の自由に資するために報道機関が国有財産の提供を受けているものです。記者クラブが所属しないことのみをもって実績と実力のあるジャーナリストを排除する行動は自らの会館使用の正当性の根拠を掘り崩すものであると指摘せざるを得ません。そこで私たちは国と国会記者会に対して仮処分命令の申し立てを提起した次第です。次に債権者白石はじめさんから本件取材の意義等についてお話をさせていただきたいと思います。今日はですね、国会記者会館、官邸脇にあります、あちらの屋上でからですね、撮影を、させてほしいというふうに、これまで何度か、申し入れを行ってきたんですけれども、認められないということで、立ち入りが許可されず、また今後もその、見通しがつかないという中で、このような申し立てをすることになりました。で、この、お手元に配っているレジュメの中にですね、これまでの、その概要は書いてあるんですけれども、簡単に、これまでの経緯というのをお話しさせていただきたいというふうに思います。で、アワープラネット TV というのは2001年に設立された非営利のメディアで、私は創設の代表でもあり、現在代表理事ということで NPO 法人なんですけれども非営利 の、 インターネットメディアです。で、市民のデモというものに関しましてはこれまでも非常に重視しておりまして、と言いますのもそれぞれ個人がですね、政治的な意見ですとか主張を述べる場としてですね、それぞれカラーもありますし、その時代を反映するものがありますので、私たちとしては重視して取り上げてきました。で、皆さんもご存知の通りですね、ここ1ヶ月ぐらい官邸前で行われている抗議行動、毎週金曜日に行われているというものは近年ないような、あるいはもう戦後初めてと言われるようなですね、大規模なもので、しかもほとんどの方がですね、全くその無組織であって、多くはインターネットや口コミなどを通じて集まった一般の方々です。で、60年代もこのような動きはあったかと思いますけれども、例えば子連れですとか友達同士、家族連れのような形態で参加している、非常にユニークなものというふうに感じております。で、ここに書いてあります通りに、野田総理がですね、再稼働の宣言をした6月8日、これをきっかけにですね、非常に数が膨らみまして、
これまでは、まあ、大飯原発再稼働反対ということ一つの、まあ、シングルイッシュでやっているあの抗議行動なんですけれども、その中にもですね、野田総理に対する、まあ、厳しい批判なども生まれてきておりまして、私どもとしてはですね、週に一度、まあ、金曜日にあの取材のですね、方向をあの決める会議をしているんですけれども、その中でもあのこの毎週の金曜日のまあ、この抗議の動きをどういうふうに取り上げるかということはあのスタッフ間で議論しながら毎回毎回少しずつあの今回の狙いというようなことを考えながら取材をしておりました。で中でもですね、まあ、非常に人数が多くなっているものですから、どうにかしてその、まあ、全体像を見せたいというのが私たちの強い願いでした。と言いますのも、あの官邸前というのはですね、細いまあ通路がありまして、全体的にこう分散させられてしまうということで、全体像をこうあの人数とかですね、把握するのが非常にまあ難しいという中で、6月29日のまあ非常に人数が膨らんだ日にはですね、市民の寒波で、まあヘリの空撮を取ろうというようなプロジェクトがですね、持ち上がりまして、実際に私どもと IWJ という2つのメディアがその、まあ、同じ映像なんですけれども、ヘリの空撮を、まあ、あの配信するということで非常にまあ大きい反響がありまして、まあ寒波がですね、現在のところ多分950万円ぐらいあの集まっているというふうに聞いております。であのまあ、ヘリは毎回飛ばすことができませんし、まあ、天気候にも左右されます。それからあの実は29日の翌日に東京新聞 の, あの一面を見ましてあのショックを受けたのはですね、その時に国会の記者会館から撮った、官邸前の写真が使われていたんですけれども、あの非常にまあ迫力のある、様子が映っておりまして、これはまあぜひ、ヘリもまあ飛ばすことができる日は飛ばすんですけれども、それも本当にまあ人 の, あの寒波で成り立っているものですから、毎回あの飛ばすことができない中で、リアルにこの様子を伝えていくにはやはり、国会記者会館の屋上からあの、まあ、長時間撮影することができれば非常に意味があるというふうに考えておりました。であの翌週なんですけれども、あの国会記者会館の方に、まあ、行く前にですね、何人かあの知り合いの記者に尋ねてみまして、あそこの屋上から撮れるだろうかというようなことをちょっと相談してみたんですけれども、まあそこは公的な建物であの知る権利に、まあ、資する、ために、まあ、無償で提供受けてるんだろうから、まあ、排除されるってことはないんじゃないかというようなアドバイスを受けました。で私自身も昔あの国会英報クラブという、まあ、あの国会内の、クラブに所属しておりまして、宮沢総理の退任時には、国会記者会を代表して花束を渡したりなんともしておりましたので、まあ、そんなに、まあ、あのここから、登れないということも考えずにですね、現地に行きましたところ、あのその日は非常に、まあ、厳しい体制になっておりまして、まあ、受付の方3人いらしたんですけれども、あのクラブというか、国会記者会に所属していない方は、まあ、屋上に上がれないということで、まあ、この段階でですね、あのすぐに、まあ、出てってくださいという話でしたので、まあ、その、取り決めをどういう形でそのルール付けをしているのかという、まあ、規約のようなものを見せてほしいというふうにお願いしたんですけれども、まあ、その場では見せていただけず、ちょうど、まあ弁護士の小松さんが通りかかりましたので、まあ、一緒に少しお話をしたんですけれども、拉致が開かないということで、翌週ですね、改めて申し入れをいたしました。で、その翌日にまた、まあ、直接ですねお話しさせていただいたんですけれども、まあ、認められないと、まあ、いろいろ理由はですね、複雑といいますか、インターネットメディアだからとかですね、いろいろなあの120年の歴史があってですね、ここには、まあ、私たちはその使うことはできないというようなことをおっしゃられたんですけれども、まあ、とにかく見通しが立ちません。で今回申し入れたのは今月29日の日にまた国会全体を囲む大きな動きがありまして、ぜひその時には全体像を取りたいというような強い思いがありまして、今回のですね、申し立てというふうになりました。で今このデモというかデモおよびですね抗議行動というのは徐々に、特に、まあ、昨日の例えばデモなどは非常に大きく各社を取り上げられているんですけれども、長い間
なかなか十分に取り上げられてこなかったと、マスメディアに十分に取り上げられてこなかったということによって、私たちのインターネットメディアにはですね、強い要望が、ぜひともきちっと報道してほしい、あるいは報道したことに対してよくぞ伝えてくれたということで、とても大きな反響が寄せられておりまして、その中でですね、こうしたその、人々のですね、様子をきちっと、記録して、伝えていくということは、とても今の現在のですね、政治情勢の中で重要なことだというふうに考えております。ですので本来でしたらこのようなですね、裁判という手段を使わずに国会記者会なりがですね、適正に管理するということが取り決められたりというふうに聞いておりますので、入れてくださればいいというふうに思っています。で、屋上に入るということはそんなに大きな問題ではないというふうに考えておりまして、そういったですね、屋上の使用ができればというふうに思っていたんですけれども、それがかなわずに、今回このようなことに至ったというのは、とても残念ではありますけれども、逆に言いますとですね、こうした機会をもとに、より、多くの人たちにですね、現状起きていることをお伝えすることができるようなですね、私たちの公認のですね、更新のインターネットメディアにも、そういった機会がきちんとですね、保障されるように、この仮処分などを通じてですね、伝えていければいいというふうに考えている次第です。大体概要はそんなところです。はい、どうぞお願いします。はい、フリーランスの畠山と申しますけれども、こちら今いただいた資料の中で、対抗するネットメディアに対する嫌悪感の危機感の表れというものがあるんですけれども、これは具体的に何か、それを感じさせるようなことを言われたんでしょうか。はい、ですね、その管理をされている方と2回にわたってそれなりの時間の長い間ですね、お話しさせていただいた中で、とにかくインターネットでメディアはダメであるというようなこと、あるいはその広告費が最近台頭しているというようなことをちょっと端々に匂わせてらっしゃるというか、おっしゃっていて、で決してそのつまりどちらかというとその競合するからというようなニュアンスのことをおっしゃられていたので、個人のご意見かもしれないんですけれども、そういったなんていうんですかね、発言はなさっておりました。申し入れというか、その訴える相手は国会記者会の会と衆議院ですか、国ですか。土地を所有しているのは衆議院が名義になっていますので、土地を所有している衆議院の、上の国がまず一つ債務者になります。で、建物自体を実質的に管理しているのは国会記者会ですので、国会記者会も相手になります。今のところ私たちはそのように考えています。ただ先ほど白石様から説明があったように、規約等の存在について明らかにしていただけていないので、現状では2つを相手にする裁判となっています。はい、国会記者会事務局長という肩書きの方です。管理している方はですね、個人名になりますけれども、佐賀俊之さんという方で共同通信の政治部の出身の OB の方だというふうに伺っております。で、メールアドレスも共同ニュースというドットコムですかいうのをお使いになっておりますので、その関係かなというふうに思っております。で、国会記者会自体はですね、我々の把握している範囲では幹事者が4社あって、それが常任幹事者が4社ですね。じゃあそこじゃあちょっと井田さん補足してもらってもいいですか。すいません、これは佐賀さんから伺った範囲での事実確認ですが、全部で153社が加盟していて、そのうち19社が幹事者で、この19社がある種、国会のようなものだとおっしゃっていましたが、事実上の最終決定権限者です。で、そのうち4社が常任幹事者という形になって、回り持ちだそうですが、回り持ちで4社が常任幹事者として日々の、細かい事項を決裁すると、ある種の内閣のようなものだというふうにおっしゃっていました。で、佐賀さんがさらにその、ある種
その個人として事務局長として日々の細々とした作業については管理権限を委託されていて、基本的にはご自身で決裁されると。ただ少し大きな話になれば上の常任幹事社にお伺いも立てるし、常任幹事社はさらに幹事社に全体に伺いを立てるし、さらには本格的な問題になるときには実際に管理を委託受けている衆議院にもお伺いを立てることがあるということはおっしゃっていました。この点は最終的には我々はそうではないと考えていますし、ご本人もそうではないというようなことは匂わしていましたが、最終的にどのような、決裁権限を持って誰が判断したのかという最終権限はちょっと我々には今の段階では確定的なことは分かりません。ただご本人から聞いた話では、常任幹事社にも話は聞いたということは聞いています。でごめんなさい、さらには衆議院にも報告はしたということはおっしゃっていました。幹事社が本当に国民社会であるということは確認をされた、それともそこが未だに分からないか。まさに伝統のなせる技だと思うんですが、先ほど白石さんがお配りしたレジュメにも記載しておりますが、帝国議会の頃にまさに帝国議会が記者を締め出そうとした際に記者団というものを作ってですね、対抗して勝ち取ってきた権利なわけです。でこれを、悪く言うのかよく言うのか分かりませんが、既得権と言ってもいいと思うんですが、それは一つの特権だと思っています。でそれは例えばこちらに裁判所の敷地内に司法記者クラブが各部屋を持っているのと同じようなもので、国会記者クラブ、記者会館、記者会が部屋を持つということを当初は求めていたものを、さらに権限を強くして建物を建てさせて借りさせているというぐらいの、ある種のパワーを持って今まで勝ち取ってきた権利だというふうに佐賀さんもおっしゃっていたし、我々もそう理解しています。ですから今国会記者会というのは任意団体とおっしゃいましたが、確かに任意団体なんですが、やはりそれはプレスの集まりという、極めてある種の力の強い団体であり、その団体が建物の使用料は払っていないけれども、ランニングコストは自分たちで払うことによって、ある種の自治を形成しているということになります。その帝国議会というのは、それはいつの議会とか、もともとのところというのは、明治23年ですかね。何度も言ってましたね。これはもう佐賀さんの方でも120年なんだということは何度もおっしゃってました。私も言われました。その当時の、しかし、その当時の新聞社と今の新聞社じゃないと全然会社が変わっているので、その元々の当時 その国会記者会の原型というのはどういうものかっていう、我々もその国会記者会の問題を専門に扱ってきた弁護士ではないので、今回たまたま目の前に国会記者会が現れたので、そこを相手にやっているということなので、ちょっと現時点では何ともお答えできないんですが、ただ一つ確実なことは、今の時代の常識からすると、おそらく新たにこういうものをその記者会が要求してもですね、勝ち取ることは難しいんだと思うんです。でそれがなぜ正当化されてきたか、され続けてきたかというと、要はそれは報道の自由というものが非常に重要で、そういったものの、取り入れというか共闘法みたいなものを確保しておくということが、それなりに納得性を持ってですね、政治の分野でも認められてきたからだと思うんですね。ですからこの司法記者クラブに関しても、今フリーの方が入られているようにですね、記者クラブの方が管理を中心的にされてはいるけれども、必要に応じてアクセスが認められているというのが通常だと思うんですけれども、そういった意味ではこの国会記者会館というところがですね、しかもその専有部分に我々立ち入らせようと言っているわけではなくて、屋上、しかも事前に通告をして、非常に短い時間帯ですね、金曜日のおそらく5時から8時過ぎぐらいまで、非常に短い時間帯で、スペースはたくさんあって、これは空撮の映像なんかからも分かるわけですが、まばらにこうカメラマンの方が屋上から撮られてますが、スペースはたくさんあるわけで、ちょっとずらせば別にその記者クラブメディアの方々の取材活動をこう制限することなしにですね、全く問題なく使えると。で鍵を開ける手間がかかると言いますけれども、それは皆さんその時間帯はみんなこう鍵を開けて上に上がってるわけですから、空きっぱなしのところに入るだけで、特に妨害しないでくれればいいというだけの状態の中で、特に著名なフリージャーナリストである白石さん、これまでデモやこういった原発関係の報道で十分な実績を残されていて、 JCJ 賞や放送運満賞も取られているような方がですね、こう丁寧に弁護士同伴で申し入れているにもかかわらず、全くこう拒否をするという対応自体がですね、非常に不当なものであり、そういった特権が認められてきた歴史というものをですね、自ら否定する行為になっているのではないかというのが我々の一番大きな問題意識です。すみません、一点補足させてください。昭和40年代にあの土地自体は、
衆議院が取得しています。で、衆議院が取得した上で、建物を建てて記者会に、提供しているというのが事実関係のようです。で、それについて先ほど井桁弁護士の方から既得権という説明がありましたけれども、事務局長の佐賀さんの言葉を借りると、衆議院との信頼関係で使わせてもらっているというふうに彼自身はおっしゃっていました。こういう形の訴訟というか、訴えというのは、珍しいことだと考えていらっしゃいますか？極めて珍しいと考えています。一応ですね、今まである種の似たようなといったら失礼ですが、その取材の自由というものを個人が求めて訴訟したものといえばですね、古くはレペタさんというアメリカの弁護士の方が法廷でメモを取る自由を求めてですね、訴訟して最終的に裁判所で棄却はされましたけれども、メモを取る自由が事実上認められたというのがおそらく一番の先例だと思います。で、最近ではですね、江川翔子さんなどが法廷で記者席を割り当てろというような仮処分といいますか、こういった手続きを求めていることはございますが、裁判所以外ですね、でこういったもので言うと、あとは記者会見にやはり入れるよう求める、仮処分を求めた事例というのが 1,2 件ありますけれども、そういった公の例えば記者会見であるとか裁判であるとかといったものではなくて、こういった施設への立ち入りを求める仮処分というのはおそらく先例はないだろうと思います。この国有地でありながら、市企業 NHK 側が市企業の集まりの人たちがその占有しているというのは、これそこの不当性を問うという訴えは起こせないんです。これはおそらく弁護士にも考え方が違うので、まず私の私見から述べます。これはむしろ私はあってはならないことだと思っていますし、むしろ我々は今回の、私は少なくとも今回の申し立てを機として、むしろ報道の自由をよりしっかりとしたものに守るべきだと思っていますし、むしろこの報道機関の自治というものを強固なものにすべきだと考えています。今回の状況というのはですね、ある種自治が認められて皆様の報道の自由に資するように、この記者会館を使いなさい、使ってもいいですよという権利を勝ち取っていたにもかかわらず、自分たちで何が報道の自由に資するものなのか、どれが適切な取材でどれは不適切な取材なのかの判断ができないから、もう形式的に記者クラブメディア以外は制限したいというような、ある種これはもう失礼を承知で言いますが中学生の論理です。大人から自治を与えられていて、自分たちで運営しなさいと言われていたにもかかわらず、実質的に何が正しくて何が正しくないかわからないから、できませんと言って大人に判断してもらいましょうというような考えです。これで我々が裁判所に訴えましたけれども、今後このように裁判所、さらには政府、そして国会が報道の自由や取材の自由の在り方であるとか、誰がその権利を有するのかという範囲を隠するようになってしまうというのは自治の放棄だと思います。ですから我々が求めているのは、むしろ報道の自由を守るためにできればこういった事態を契機としてですね、考え直してほしいというだけで、あの建物は彼ら勝手に市教会として占有しているんだからけしからんから取り上げろなんていう、むしろ報道の自由をダメにするような考えは持っていません。もともとクラブメディアに所属されていたこともある方ですし、実績も非常に大きい方ですから、裏から手を回してというと変ですけれども、何かその誰かにくっついて入るとかですね、そういうことはできないわけじゃないかもしれないんですけれども、むしろこれはこの機会に広くオープンに世に問うべき事柄だというふうに考えて、こういった行動に及んでいる次第です。総合的な判断と言われていることをもう少し分かれば、先方がおっしゃっている総合的な判断ですか。一つおっしゃってたのは、これはある種の形式論なんですけれども、白石さんが本当に白石さんかわからないとかですね、そのアワープラネット TV というのが本当に何をしているところなのかがわからないとか、そういったことは確かにおっしゃっていて、であとおっしゃっていたのがやはり、誰に認めるかといいますか、白石さん一人に今回認めれば、その後じゃあ次に別のメディアが来て、別の記者が来て取材させてほしい、屋上に立ち入らせてほしいといった時に、どこまでを認めてどこまでを認めないかの管理が大変になるですとか、わーっと上に上がっていって、上で場所の取り合いになって怪我などもしたら大変だとか、そういったことはおっしゃっていましたが、それは先ほど私が申し上げた通り、少し中学生の論理というか、実質的な判断をまさにして、この人は取材の自由与えるべき、報道の自由を認めるべき人だなというのを記者会がまさに判断していただければよかったなと。でその結果、白石さんはふさわしくないというんであれば、まだ多分考えは違ったんですが、そういう理屈ではなかったので、やはりおかしいんではないかというのが今回の発端ですね。
この拒否するというかダメであるという言葉遣いではなくて認められないと言ってほしいというふうに言われたというふうに佐賀さんはおっしゃっていたことと、あとそのじゃあこの後はどうなるのかということに、まあ、あの来週も再来週も、まあ、金曜日の活動は抗議活動はあるんですけどという話の中では、あのなんとなくこの抗議活動が徐々になくなるといいねみたいな感じでですね、そうすると白石さん来なくなるからというようなことをおっしゃっていたので、まああのどっちかというとその判断をあのしないで済めばという、だから認められないという言葉をまあ使うことで、まあだから拒否というふうに判断はしてないんですね、現状のところは認められないというか、そうですというふうに私は捉えています。すみません、あのニュースペインに宮崎さんですが、先ほどのフリーの方もかつてはその屋上に上がったことがあったというお話だったんですけれども、それはその例えば規約のようなもので、あの国会記者会に所属するもの以外はダメというふうになっているわけではなくて、あくまで個別の事案とかその方ごとに判断してたということなんですか。いや、佐賀さんのおっしゃるそのフリーの方が上がったのは上がってしまったというところで、あの言っていただけると分かると思うんですが、あの普段は本当にオープンなある種場所でして、スルスルっと入れるんですね。で屋上までもスルスルっと上がれてしまって、で誰かが使っていれば当然空いているのでスルスルっと入れてしまうと、まあ、そういう状況だったんです。で6月の段階でそういう状況だったことに佐賀さんは上がられちゃったということに気づいて、で多分これは勝手な推測なんですが、多分これほど問題が大きくなければ、まあ、黙認することもあったのかもしれないんですけれども、まあ改めて正式に上がってしまっているよ、どうするって判断をすることが迫られたらやっぱりダメだと言わざるを得ない、記者メディアクラブメディア以外はダメだと言わざるを得ないよねっていう判断になったと言っていました。で規約でそれ以外に使わせないと言っているわけではないということもおっしゃっていましたかね。というかそのような規約の存在について答えられないというふうに、内容について答えられないというふうに、あともう一つ付け加えると、7月6日の段階ではあのデモに関係する抗議行動に関係するような人たちがかなり多くあそこをの階段のところを利用して、例えばインターネットでを確認したり、例えばメールを送ったりみたいなことをされていました。で特にそれについてこう妨害したり出て行ってくださいというような様子は7月6日の段階ではありませんでした。でしかし7月13日に我々が申し入れに行った時には、加盟者以外は立ち入り禁止という看板が出ていまして、もしかしたらこれ6日にも出てたのかもしれないんですけど、13日はかなり厳戒な警備というふうになっていて、あの6日も出てましたか、失礼しました。大きくなっていたんですかね。 そうすると、それで、あの7月13日の段階では、かなり多くの職員の方があの会館から出てあの警備をしているという状況でした。敷地にも入らせないの。そうでした、はい、警察官で使わせる。私が知る限り先週の金曜日はですね、あの一般の市民はトイレは使えなかったんですけれども、警察の方は使っているのをあの見ましたので、警察の方はにはあの認めているんだなというふうに私はあの思った次第です。その申し入れの際に、ま、じゃあ加盟したら入れてくれるんですかって、ま、聞いてみたんですが、それはもちろんそうですが、そのためには新聞協会に入っていただけなければいけませんねとまず言われて、新聞協会でどうやって入ったらいいんですかって言ったら、まあそれは最低限何いくらしましたっけ、相当お金はかかりますよと言われました。事実上はまあやっぱり不可能なんだろうなとは思ってますけど、でまたその時には当然お金だけじゃなくてもちろんいろいろな審査もあるとは言われています。こういう手続きで、交渉するとなったことの、ご自身内での正当性みたいなものというのはどんな理屈がありますか。あのまず1点目なんですけれども、私はあの直接佐賀さんから聞いてないんですけれども、あのかつて小さい特番で BBC があの屋上を使った撮影をしたということはあの耳にしました。それ以外では基本的にあの許可を申し入れられれば断るというような形を取っているようです。あとはその目的外使用ということで、今そのあそこの加盟している社の中で例えばその記者の方がですね、屋上を使ってまあ自らのプロモートっていうんですかね、つまり政治報道ではなくって、例えば自身のプロフィール写真みたいなのを撮って、まあ、雑誌に提供するとか母校 の冊子に掲載するとかそういうことがあったり、あの使い方が新しい官邸になってからあのとても変化しているということに対してあの懸念をしているというような
だからまあそういう意味ではガイドラインが必要だなと思っているというようなお話はしてたんですけれども、それについて詳細にはお聞きできていません。で、裁判についてはですね、私は常々やはり言論の問題は言論同士でやるべきだというふうに思っておりまして、過去もですね、いろいろな裁判を裁判というか言論の問題を裁判にすること自体に対して比較的批判的な立場でおりました。で、今回申し立てを私がする決断というか、やはり大きいのはですね、まあ、今その撮影するっていうことが、まあ、目の前にあるわけですよね。で、どう考えてもその判断が迅速に行われないということが目の前にありまして、あるということがはっきり分かる中で、私自身はやっぱりこの毎週毎週目の前で撮影できる、本来だったら撮れるチャンスがあるにもかかわらず、それを逃さなければならないという、まあ、毎週毎週それが起きていく中で、まあ、これまでももちろんその記者会見の開放のさまざまな取り組みをしてきましたけれども、やはり1年ぐらいは放置されるということを経験してきましたので、やはりここはですね、私自身がその今まで その言葉でですね、申し入れをするだけではない形できっちり意思を示す必要があるのではないかと。あとはまあもう一つはですね、屋上に立ち入るということでして、先方に見ればとても不利益が少ないというふうに感じています。で、私自身は非常に損害が大きいというふうに感じています。まあ、一口言って本当に損害だというふうに思っておりまして、それを取り戻すためにやむを得ずこの手段を取らせていただいたということです。非保全権利の方から申し上げますが、これご指摘の通り大変苦労したところですが、我々が結局構成したのは取材の自由に基づく使用請求権、施設使用請求権という形にいたしました。で、もちろんご存知だと思いますが、取材の自由というのは本質的には防御権、国が何か取材の邪魔をするときにそれを排除する権利として位置づけられていますが、今回の構成というのはやはり請求権、あくまでこの施設に使用させろという構成だと思っています。で、もちろんあらゆる世の中のあらゆる施設について、あらゆるメディアがあらゆる対応の取材について使用させろなんて言えることはできないだろうなというのはもちろん我々も感じておりますが、今回についてはまさに国の側が報道の自由のために提供している国会記者会館の屋上という専用部分でもなく、ほとんどまさに今白石さんがおっしゃった通り弊害の少ない場所について、限られた時間に限られた台数、まあ、すみませんかクルーで、実績のあるメディアが適切な取材のために、施設を使わせてくれという権利というのは、これはもう請求権に昇華させるべきだろうという構成です。で、今後については白石さんの方から。まあ、仮処分という、まあ、今回ちょっと勉強させていただいて、このまあ、6名のですね、弁護士の方々がですね、この私のですね、とにかく屋上で撮りたいんだという、あまりにもまあシンプルというかですね、まあ本当に撮影者としてそのやりたいという気持ちをまあ受けてくださって、この仮処分を決めたわけなんですけれども、その過程でやはりその仮処分がとても難しいというか、本当よりも大変であると、いろいろこう、まあ、勉強させていただきまして、もちろん私は短期的にですね、毎週金曜日に行われている、抗議行動で屋上に出たいということですから、一時も早くこれがいい形で出るのが望みではありますけれども、万が一そういう形にならなかった場合にはですね、その後はのことも当然考えての今回の申し立てということになります。2つ可能性があると思っていまして、1つはやはり今申し上げた通り国会記者会館というものの特殊性がかなりあるだろうというのが1点です。で、もう1点はこれは本当に心から期待をしているんですが、これはまさに取材の自由、そしてしかもそれは施設へのアクセス権を求める訴訟申し立てです。で、それは別に
記者クラブでない人たちに求められるべきというわけではなくて、もちろん記者クラブに加盟されている多くの大手のメディアの方々こそその、まあ、利益権利というのは享受しうる可能性が高いものだと思っているんですね。そういう意味では今回の申し立てをですね、ぜひ多くの報道機関の方が好意的に報道していただくことによって裁判所を動かすという期待をしたいなと思っています。ありがとうございました。ぜひ報道していただければと思います。